はい、近藤さんこんにちは。こんにちは。お疲れ様です。はい、本日11月10日、はい、アフターファイブナイター優勝戦となっております。はい、これから優勝戦出場選手のコメントを近藤さんと一緒に伺っていきたいかと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日優勝戦出場の1号車清岡選手にお話ししたいと思います。はい、清岡選手、はい、噛んでるし、いきなりごめんね、とりあえず昨日一着勝負、はい、お見事でした、ね、よかった、ね、はい、今日にかけたエンジンは何か優勝戦に向けて扱いましたか。あ、昨日はちょっと雨のセッティングだったんで、はい、晴れに戻してのセットを、はい、戻してから考えます、ね、はい、タイヤはどうでしょう。タイヤはまあ、今日と当たり付け行ってみて、当たり付け行って、はい、今から考える感じ。考えます。初部位かかってますけど、それ毎回言われるから早めに終わらせないんですけどね、はい、なかなかね、なかなかここね、ちょっとね、はい、2号車3号車ね、昨日落車してますんでね。そうですね、ちょっとね、はい、スタート不安があるかもしれないんで、はい、まずはトップスタートね、ま、後ろをむちゃくちゃにしてくれると助かりますけど、ね、そうしますとね、キヨさんの V がねかかってますね、はい、とりあえず今日は初 V に向けて、はい、はい、まあなんとか頑張ります。逃げるだけですね、はい、はい、逃げるだけです。今日の意気込みをカメラに向かってどうぞ。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、今日優勝戦出場の宍戸幸雄選手にお話を伺います。幸雄さん昨日一着おめでとうございます。いや、たまたま運が良かっただけで、米さんとか、だいたいあのまま行ったら3着だったね、多分。ちょっとね、あの4コーナー立ち上がって滑りましたね、はい、そうそうそう、はい、昨日ちょっとゴルゴ落車したんです、はい、したんだけど、したんですけれど、うん、これは今から朝練習で、そうですね、練習してみて、はい、ハンドルとか、うん、はい、まあ、そのまま行きますよ、でも、はい、まあ、乗れただけ運が良かった。いやいや、そんなことないですよ、素晴らしいレースでした。エンジンはオーバーホールかなんか探して、いや、やってないの、やってないの、そのフレームだけですね。フレームもそのまま、あ、フレームそのままで、とりあえず、はい、うん、分かりました。今日優勝戦に向けては、まあでも0戦3車なんか米里にはかなわないな、スタートはね。ああ、なるほど。なんかあいつトップでとかビューンと行くから、そうですね、伸びますよね、上手だね、はい、だそれで締められるからちょっと難しいね。そうすると米里選手についていくとね、いい展開作れそうです。まあそうですね、はい、後ろに抜かれないように、はい、今日はじゃあ幸雄さんのテクニックを十分に見せてもらいたいと思います。今日もお願いします。はいはい、頑張ります。はい、すいません。はい、本日優勝戦3号車米里選手にお話を伺いたいと思います。じゃあ、優勝 おめでとうございます。ありがとうございます。昨日レース後ちょっとびっくりしました ね、ちょっと、はい、とりあえず元気な顔が見れてよかった。ああ、大丈夫、はい、こっちのエンジン、このヒモホールというエンジン、これになって これこっちの方がいいですよね。いいと思います。ですよね、はい、昨日もしぶといレースで、はい、ちょっとね、最後の最後で ね、ちょっと滑っちゃってましたからね。ここ今日は優勝戦に向けて、タイヤはどうでしょう。タイヤはもう新しいのでいきます、はい、はい、タイヤ新しい、一番大事な体はどうでしょうか。体は大丈夫です。よかったです。あ、それが聞けてよかったです。はい、はい、そうしましたら、今日の優勝戦の意気込みをカメラに向かってお願いいたします。整備の方がまだ落ち着いてないですけど、一生懸命頑張ります。お願いします。ヒモホールで、ヒモホールもちょっと厳しいかも分かりませんね、はい、はい、今日優勝戦出場の4号車北渡選手ね、ちょっとねコメントねいただきたいと思います。はい、水の兄貴おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ファンで下がってもなんてことないですね。いやいやいや、流れがね、流れがいいね。この雨だったしね。そうですね、やっぱこっちの車に乗ってからの方が、エンジン的にはいい感じですかね。全然違う、別物。やっぱり、うん、そうですよ ね、非常に成績安定してますからね。ですね、はい、これ昨日から
優勝戦に向けてエンジンは何か扱ったところはありますか。まあ昨日雨キャブなんでキャブ戻して、はい、晴れに戻して、2日目ちょっと失敗したんで、はい、初日ベースに、うん、考えてるんだけど、はい、暗くなると変わるんで、うん、これからかけながら、はい、そうですね、うん、いろいろね、うん、気温湿度とね変わってきますからね。そうですね。タイヤどうでしょう。晴れは、まあ、初日2日も良かったんだけど、まあ、違うので行こうかな、まあ、タイヤ変えるかもしれないですかね。うん、うん、どうしようかな。考え中。初日良かったやつ。うん、初日、まあ、初日2日一緒なんだけど、はいはい、まあ、別のいいものもあるかなって考えて、考え中。わかりました。じゃあ今日は自分とミツルの兄貴がやってるドラゴンクエストウォークに課金できるように少しでもね頑張って優勝目指して頑張ってください。はい、じゃあ最後カメラに向かって一言お願いします。はい、なんか最近乗り換わってから流れがいいんですけど、はい、優勝を目指して頑張ります。はい、本日優勝戦出場の5号車栗原選手にお話伺います。はい、栗ちゃん昨日おめでとうございます。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。最近エンジン安定してないですか。そうですね、だいぶいいですね。前回フライング切ったのが全然嘘みたいにスタートも、いや昨日はちょっと昨日だけちょっとね張り込んで、まあ、とりあえず行かないと変なソロだったんで、うん、はいね、はい、昨日も速攻からぶっちぎってね、どんなうまくいくと思うなかったです、ね、素晴らしいでしょ。後で見たら、はい、ね、すごいぶっちぎりでしたね。はい、今日は、両走路ですが、昨日からエンジンは何か扱うところ予定はありますか。2日目の状態からちょっとだけ2日目ベース、はい、はい、力もあるし乗りやすいけど、うん、なんかちょっと荒い気がするんで、はい、まあ、電気ちょこっとか電気位置ねバネ、はい、うん、を考えてます今と。微調整でね、微調整で電気かバネの微調整、はい、ベースはいいと。そうですね、はい、今日は晴れですが、はい、タイヤどうでしょう。タイヤはまあ最悪2日目のやつがまだ全然いけるし、うん、いいタイヤだったんで、はいはい、2日目のか今から当てて、はい、ちょっと行ってこようかなと。そうですね、わかりました、はい、じゃあ今日の意気込みを最後カメラに向かってお願いします。はい、優勝できるようにスタートから集中して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、今日8レース優勝戦出場の金山周平選手に、ちょっとお話を伺いますね。はい、おしゅうちゃんおめでとう。ありがとうございます。とりあえず最近調子いいね。そうですね、ハンデ前に行ったから、いや もっと普通で、うん、ね、やっぱここは、雨も晴れもいいと思うんですけど、今日は晴れの方がいい、晴れの方がいい、うん、雨は今日たまたま、うん、今日晴れました、はい、昨日からエンジンは何か扱うところ、昨日ねリング変えて、うん、リング変えてまだ雨しか乗ってないんでちょっとわからんけど、はいはい、今日今から練習してみてそれからセッティング考えろかな、はい、晴れタイヤはどうでしょう。晴れタイヤはないんで今から当てます。当ててタイヤ当てる、ドドドだけチェックして、ドドチェックね、うん、はい、前回雨で飯塚ミッドナイト優勝してます。ね、今日も新聞は周平がグリグリになってますけどね。頑張ります。はい、じゃあ今日の意気込みを最後カメラに向かってどうぞ。あ、意気込みですか。まあ落ち着いて、はい、楽しくオートレースできたらいいなと思います。車検買ってください。はい、今日8レース優勝戦、新井淳選手にお話を伺いたいと思います。新井さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。3着で繰り上がりということで、はいはい、これは非常に運があると思うんですけど、はい、ここは昨日からエンジンは今日晴れですが何か扱う予定とかありますか。まあ、昨日ちょっと雨で、はい、キャブとか電気位置とかヘッドマリやったんで、はい、それを戻すところで、はい、晴れ用に戻して、はい、はい、タイヤはどうでしょうかね。タイヤもうないんで、はい、
ちょっと作ります。はい。はい、これはじゃあ2日目の思想が3、1これぐらい出れば、優勝戦。まあそうですね。戦いそうですかね。はい。はいはいはい、新井さんは非常に最近堂々とにね悩まされてますので、はい、はい、いい対応を探して、はい、今日優勝戦頑張ってもらいたいと思います、はい、そうしましたら、はい、最後にカメラに向かって、はい、今日の優勝戦に向けての意気込みをお願いします、はい、優勝を目指して頑張ります、応援してください。